から先どんな強敵が出てくるかわからない。今まで以上に辛く苦しい戦いとなるだろう。それでもみんな僕についてきてほしい。私たちだけで戦わなければならないのね。ううん、私たちだけじゃないよ。みんなも力を貸してくれるから。みんなって、うん、懐かしい者たちがすぐそこまで来ておる。それってもしかして。お前はまだ戦い続けるんだな、レオリス。久しぶり。大きくなったね。さすが、私たちの子供ですわ。父さん、母さん、あなた方の力、お借りします。ああ。共に戦おう。ところで、その派手な中年男性と地味系美少年はどちらさ？あんな自己主張の激しいおじさん、うちの隊にいましたっけ？あらあら、見事に上から下まで緑で。きっと白はレオニスと被るから使われなかったんでしょうね。でも存在そのものが死亡フラグっぽいですよね。俺かなり尊敬してたのに。俺も若返りたい。神さんゲットしたあの時代に戻りたい。でも真っ盛りじゃなかったのかよ。せっかくのリアル親父要素ですから諦めてください。パーティー内の親父率低いしね。大将くんはじいちゃんだけど見た目は年齢不詳だし。またですか？いつ怪我したんですか？だって、せっかく作ってもらったのにもったいないじゃん。確かにそうですね。クリア後はずっとそれでいいでしょう。リアルに若い女子が少ないからな。せめて外見だけでも若いので固めて。ガリオス、今、なんかボソッと聞こえたよ。何を言うか主よ。まさかその若さで耳が遠…ガリオス！
これが正真正銘最後の戦いだ。覚悟はいいな。ああ、今日こそは遂行してみせる。俺の全てをかけてでもな。っていきなりこれ、どうしてあれだけやられて懲りないんですか。人はそこに山があるから登り、そこに海があるから越えていき、空があるから飛ぶんだよ。ニールもニールだ。どうしておじさんに。兄ちゃん、これは俺の意志だ。これは伝統行事なんだ。今さらレオポンが止めたところで何も変わりはしない。レオン、もはや言うだけ無駄です。父さん、これは二人が覚悟を持って決めたことならば、俺たちにできるのは二人を温かく見守ることだけだ。やはり行くのか。悪いが、そこを通してもらうぜ。ここまで来た以上、もはや止めはせん。ただし。ああ、分かってるさ。その時は遠慮なんていらねえ。そうか。ならば行くがよい。ああ、俺たちは進むだけさ。いいんですか。止めるも止めないも結果は同じ。これが最後というならば、今だけは好きにさせてやろう。ふう、お風呂最高。体も心も潤いますね。テトラ、たまにはどうです。じゃあ一杯だけ付き合うよ。俺も混ぜてもらっていいか。グイーン。ちょっと、いきなり何するのよ。あら、ただのスキンシップですわ。私とおひいさんの離れていた時間を取り戻したいだけね。耳に息を吹きかけるな。あら、死者誤入20年目の弱点発見。それ、耳はダメなの。耳は。お二人は相変わらずですね。こうしてみんなと一緒に入れるなんて思わなかったな。ほんと、まるで夢みたいね。目の前に恵みの宝が。ありがとう世界、ありがとう時の神ネビウス。俺初めてあんたに感謝した。これぞ時空を超えた夢の共演ってやつだよな。ああ、長生きはするもんだよな。思い出すな、うちの神さんが湯煙のスナイパーグルート・バートと呼ばれていた頃。素朴な疑問なんだが、お前の奥さんって何なんだ。父さん、泣いちゃダメだ。ほら、涙を拭いて一緒に拝もう。いけね、年取ると涙もろくなっていけねえや。何この三文芝居。ああ、神よ、父よ、特にお母様よ、俺を産んでくれてありがとう。俺は今日という大切な日を心に刻み生きていきます。刻みなさい、
刻みなさい。心にしかと刻みなさい。そんなことで感謝されるレベッカがかわいそうだ。生きるって素晴らしいね、父さん。ああ、まさにここは極楽天国パラダイス。アリス、ガリオスいる？またですか。相変わらずですね。はあ、情けないわ。ガリオス、手加減しちゃダメよ。元より承知。ち、つらかるぞ、ニール。俺の名前だけ強調しないでよ。シマルが助太刀をするそうです。いって、こら、引っ張るな。髪はやめて、髪だけは。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。グー、出ました。あれがデシマルの必殺技、直角飛び蹴りです。すでに覚悟はできておるな。どれ、極楽浄土とやらに送ってやろう。先に行き、出迎えの準備をしておいてくれ。渋く試験宣告してんじゃ。ああ、やっぱこれ引かないと終わらねえよな。ニール、どうしてここに。一緒に捕まったんじゃないのかい。そうか、親をおとりにした。強恐ろしい。無事世代交代しましたって感じ。今まで親父の背中見てたけど、追い越しちゃったらごめんね。ああ、ところでニール君、その後周囲が不機嫌になるほど可愛い彼女とは続いているのかい。おかげさまで。そうかそうか、それはよかった。ではその彼女さんとユージェンの奥さんにくれぐれもよろしくな。ええ、包み隠さず何もかも報告しておきましょう。告げ口今日だ。グイーン。